ダウンで沈む謎について。ダウンスイングの、沈み込みですね。股関節の、ポジションがトップからダウンで一度沈むことで地面を床反力ですね、地面反力を使ってスピードにつなげていくという打ち方についてですね。割とこの動きを勘違いしていて、トップですぐ沈む方っていうのがいるんですね。ここで沈む、で上がると、これがちょっと違うんですね。こういう動きではなくて、まずバックスイングは上がってるんです。ダウンで沈むってことですね。トップで沈むんではなくて、トップは同じ高さ、ダウンで沈む。逆に今こう起き上がってる人もいるんですね。アドレスはここで沈んで、インパクトでまた起き上がるという、この展開が、正しい沈み込みの切り返しです。このような展開ですね。ですからいきなり沈まない、こうではないということですね。まだバックスイングのテイクバックの瞬間は重心が高い位置、ここで重心を下げる、そして引き上げる、ここで股関節に角度がつくということですね。そしてその床反力の反動でジャンプする。股関節周りにね、やはり強い筋肉とか大きい筋肉があるんで、ここをしっかりジャンプしてヒットする。まあこういうね、練習ですね。本当に飛んでみるといいですね。このふうに飛んで、その沈んだ瞬間ですね、一度飛んで、このぐらい飛んで、その後起き上がる瞬間が腕を振るタイミングということになります。まあボールを打ちながらだとなかなか難しいんでね、素振りでもいいんで、少しバックスイングから沈んで、一度ジャンプをするような感じで沈んで、そこから腕を振る、まあ、股関節のところにね、スプリングのようなバネのようなものがあるようなイメージ。そうするとスイングにね、このように高速で回転する、まず導火線というかきっかけ作りということになると思います。よく私が打った後にですね、地面がね揺れるっていう方がいるんです、言う方が多いんですね。まあ、このあとここら辺ですね、ここら辺で床を踏んでます。地面を強く踏んで、その反動で腕を振るという、まあ、そういうような動きがヘッドスピード上がるポイントにもなるんですね。それではまとめになります。沈み込む、ダウンスイングで沈み込む感じですね。トップからダウンで沈むこと、トップで沈むじゃないんですね。ダウンで沈んでインパクトで伸びる、伸びながら回転をするという、こういうメカニズムになります。トップからダウン、ここですね。トップで沈むという方が多いんですけど、ダウンで沈むんです。でここで股関節に角度がつく、そして地面反力を利用してジャンプする、このジャンプするタイミングがインパクトからフォローということになります。ダウンで沈む方っていうのはね、こういう使い方をしているということ、そしてそれが高速に回転するフォロースルーへとつながります。この足腰の動き、練習をたくさんやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画 YouTube ライブ見逃したくない方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。